東京宝塚劇場がリニューアルオープンして20年が経ちました。これまで20年の間、たくさんのお客様に足を運びいただきまして、東京宝塚劇場でご観劇くださいましたこと、心より御礼申し上げます。本当にありがとうございます。瀬名純さん主演のパリの空よりも高くという公演を初めて観劇いたしました。もうその時はですね、私舞台といいましてもあまりミュージカルというものに馴染みがなかったものですから、ボーンは回る、舞台がこう競りがこう上がっていく、銀鏡、生のオーケストラも、あらゆること、ミラーボールみたいな、もうあらゆることが本当に刺激的で、もうずっと帰り道は、頭の中を主題歌が巡り巡り、家に帰ってからもずっとウキ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 していたことを覚えています。初めて客席でその宝塚の舞台を見た時の記憶というものが、こう、今はその舞台に立っているんだという感動を覚えたのを、記憶していますね。やはりその宝塚大劇場と違って、東京宝塚劇場はまたこう作りが縦に長いというか、お客様との距離感も近いので、そういったところもすごく印象的だったように思います。もうその時の自分の感動といいますか、ようやくこう無事に東京のお客様にお目にかかれたという、本当に感謝と安堵と、そして今からやるぞという意気込み、いろんなものが沸き起こってきたことを、今思い出します。私が東京出身ということもございますので、東京宝塚劇場に来ますと、また東京の地にやってこれたぞという個人的な思いもありつつ、そして大好きな宝塚の土地で1ヶ月、毎日公演していたものを関東中心のお客様にご覧いただけるということで、新たに気合が入り直す、そんな瞬間でもありますので、私自身も東京の皆様にお会いできるのをすごく楽しみにしております。今後ともどうぞ東京宝塚劇場よろしくお願いいたします。